こんにちは、素直サイズ、なおです。今回はダイソーさんで購入したフラワーフレークなんですけど、かぎ針編みでネットバッグを作りたいなと思って編んでいたんですけど、7号のかぎ針を使って編んでいたんですが、ちょっとね、ここまで編んでなんか違うなって思ったんですよね。なんかね、まあ、あのこのねテープ状の糸の良さを出せていないんじゃないかと思ってちょっと手が止まっちゃって、試し編みでグラニーを編んだ時に、長編みだったらなんかふっくらしてて良かったんですけど、鎖編みにしちゃうとなんかねテープの良さが出ていないんじゃないかと思って、ちょっとこちらはやめてやっぱり私は棒針編みなのかなと思って、ちょっとねかごめ編みを編んでみています。こんな感じです。なんかせっかくねこう幅広の部分があるのに、こう細編みじゃなくて鎖編みで縮めちゃうのはちょっともったいないのかなと思って、こちらはやめることにしました。久しぶりのかぎ針編みだったんですけど、ちょっとネットというか鎖編みはちょっと違ったのかなと思います。長編みとかだったら可愛かったので、もしね、かぎ針編みで編むんだったら、長編みを使ったグラニースクエアとか、長編みのちょっと、メッシュバッグとか、そういう方がいいのかなと思っています。個人的な感想です。私がかぎ針に慣れてないだけかもしれないんですけど、ということでね、かごめ編みのバッグを編もうかなと思って、ちょっと編んでいます。ちょっとこれはね、さよならします。後でね、ほどいて、スチーム当てて、アイロンかけたら、ちょっとね、細くなっちゃった部分も伸びるかなと思うんですけど、一旦これは、ここで止めることにします。一度ですね、こちらちょっと過去作品なんですけど、これねかごめ編みなんですね。かごめ編みでバッグを、夏バッグを編んでみたことがあります。これは、ここから編み始めてぐるーっと長いのを編んで2つ折りにして、横の部分を剥ぎ合わせて、の口の部分はかぎ針で拾って細編みを編んで持ち手をつけたっていう感じのバッグなんですけど、これはとても気に入っていてよく伸びますが、この中にねダイソーさんの、トートバッグを入れてビヨーンって伸びすぎないように一応持ち歩いてます。これはちょっと忘れちゃったんですけど、セリアさんとかキャンドゥさんで買えた五商産業さんの糸なんですけど、ポリエステルナイロンどっちだったかな、なんかそういう糸ですね。これで編んでいたので、じゃあ
かごめ編みバッグもう一回編もうかなって思って、こんな感じでね一玉編みました。ちょっとまだここは処理してないんですけど、ちょっとね一玉編み切るとこのぐらいのサイズになっています。作り目42目で、端は滑り目と鎖編みをするような形でとじはぎしやすいようになっていて、サイズがだいたいかな、横幅33センチで高さが24.5 ぐらいの四角が編めました。これはねもちろん伸びるのでちょっと測るたびにサイズは変わってきちゃうかもしれないんですけど、だいたいこのぐらいのものが編めています。でこっちはね閉じちゃったんですけど、横も剥いで、で底も剥いだ方がこうね、これは2つ折りにしちゃったので結構こうビヨーンっていう感じになってるのかなと思ったので、今回はここも両脇と底もこうねかがって閉じるようにして、少しねこう伸び止めになるのかなという予想を立てています。ちょっと最終的な形はまだ決めていないんですけど、もう一枚同じものを編んでくっつけようかなと思っています。あとこの持ち手もねどうやってつけようかなってまだ迷ってるんですけど、かぎ針でちょっと何か足すかメリヤス編みとかしてもいいのかなとか思ってるので、ちょっとまだ完成形はまだね決めてないんですけど、こういったかごめ編みのネットバッグを編もうかなと思っています。これねすごいこう柔らかくてふわふわしてるので、ストールとか冷房よけの何かを編んでもいいかなって思えるような編み地となっています。こんな感じでねちょっと結局棒針編みになってしまうのですが、私らしいかなと思ってかごめ編みを編んでいきたいと思います。たくさん喋りましたけど、少しねかごめ編みを編みたいと思います。またあれだ、下に編み地があるとちょっと片付けます。こういうねちょっと変わり糸でかごめ編みを編むのも楽しいです。でこのねテープ状の糸の良さがまあまあ出せてるんじゃないかなと勝手に思っているんですけど、よかったらね長く編むストールでも肌触りがいいので、あとねスケスケな糸自体もスカスカな感じがあるので、お洗濯しても乾きやすいんじゃないかと思います。詰まってる糸じゃないからお洗濯にもいいかなと思うし、かごめ編みでねちょっと
大きく編んで、ブランケットみたいなの。でも、かごめ編みでブランケット大きく編むのは大変かもしれないから、太い針で、ガーター編みとかでもいいかなと思うんですけど、こんな感じでね、いつもの感じで編んでいます。ただちょっと気をつけないといけないのは、ここの編み目のところにね、針を刺しちゃうっていうのが時々あります。その時はね、焦らずにね、ゆっくり外すようにしています。ピピってやろうとするとね、ちょっと糸引っ張っちゃうので、刺しちゃった時は、気をつけて抜くようにしています。これもね、他の糸を編むときと全然変わらなくて、かけ目を押さえて裏にも一度編むとき、編んで抜くときに外してみたいな風にすると目が揃うかなと個人的には思っています。こんな感じでね、いつも通りのかごめ編みです。あ、で、使ってる針はクロバーさんの8号針を使っています。普段の私だったらもっと太い針を使いそうなんですけど、バッグにする予定だったので、あまり太いとね、穴がすごい大きくなっちゃうかなと思ったので、ちょっと指定の8号の針にしておきました。これ私ヤンボールとか持ってないので、コロコロっといってしまうので、ちょっとこんな風にしています。編み始めもね、ここから針出したら、糸が出てきたら押さえて、これ以上伸びないようにしておいてから、かけて押さえて2目一度ですると、ここのね、鎖の部分も揃うんじゃないかなと勝手に思っています。私の編み癖がそういうだけなんで、そこを押さえなくても綺麗にできるよっていうかもしれないけど、私はそこを押さえて編むみたいにしてると綺麗に編めるかなって勝手に思ってます。でね、これかごめ編みしてよかったなーって思っています。バッグの形がね、可愛くできたら他の色もちょっと編んでみたいなーと思います。私が見たところ、黄色、オレンジ系の、ちょっとこうシトラス系の色と、ピンク紫だったかな、ちょっと可愛らしい感じのお色の3色、あとこのブルーのね、3色だったかなと思うんですけど、これね、結構気に入りました。かぎ針で編んでる時はなんか編みにくいなーってちょっと思ってたんですけど、棒針で編むことに変えたら、あとね、全然こう他の編み方は試さないで、いきなりかごめ編みをちょっと14目ぐらいで試し編みをして、
よし、いけるぞっていう感じで編み始めちゃったので、ガーター編みとか、メリヤス編みとか、カノコ編みとか、あとはもっと太い針とかっていうのは試していないんですけど、もしね、余裕があったら試そうかなと思うんですが、作品をね、仕上げる方がちょっと先かなと思うので、他の編み方がどんな風に見えるかっていうのは、興味がある方がいたらお試ししてみてください。おすすめはかごめ編みです。ですが、ちょっとね、かごめ編み編んだことないっていう方はちょっと、もしかしたら編みにくいかなと思います。何回か編んでね、かごめ編み編めるよっていう方だったら、ちょっと試しに編んでみてほしいなっていう編み地になっています。すごい暗くなってきた。ちょっと明るさを調整しちゃったんですけど。ちょうどね、うちの地域というかの真上に黒い雲がかかっていて、さっきね、画面がちょっと暗くなっちゃったんですけど、なかなかね、撮影の時にいいお天気に恵まれないでいるんですけど、また暗くなっちゃった。電池がないのかもしれません なので、ちょっとこの一段で終わりにしたいと思いますが、これね、本当に可愛いふかふかな編み地なので バッグにするのはもったいないのかもしれないんですけど、ちょっとこの編み地がバッグになるのをお楽しみに していてください。最終的な形をね、初めにお見せした水色のような平たい形にするのか、ちょっと想像しているのは、レジ袋みたいな形にするのも可愛いかなーってちょっと思ってるんですけど、編み地がね、両方出来上がってからあれやこれや合わせて考えたいと思います。ということで、ちょっとすごい暗くなっちゃったので、今日はこの辺にしておきます。もしね、興味のある方がいらっしゃったら、フラワーフレークでかごめ編みを編んでみるのはいかがでしょうか。もう一回だけ、こんな風にふわふわな柔らか編み地になります。ということで、ちょっととっても暗いんですが、かぎ針編みのネットバッグを諦めて棒針でかごめ編みを編み始めたよっていう動画になりました。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。